ラッセン、すごくやりたかったっていう気持ちと絶対やりたくないっていう気持ちが混在しているアーティストでした。この理由お察しいただけるでしょうか。皆さん、ラッセンってどんなイメージがありますか？私の個人的なラッセンの思い出って、地元の個人でやってるような小児科、あそこに飾ってあったのがすごく印象的だったんですよ。だからラッセンって病院に飾ってあるイメージ。小児科の病院にはラッセンと、あとはリアルタッチのディズニーのカレンダーがあるっていうイメージでした。なので私のラッセンのイメージは、そこに行く病院怖い、注射痛いのイメージと、その思い出とリンクしてる作品だったんですね。なので、まあ、個人的な思い出で言うとあんまりいい印象はありません。ですがあまりいい印象を持っていないというのは何も私だけではないみたいです。実はアート業界でラッセンという名前はタブー的な扱いを受けているんですって。はあ、そうかと。これ何なんでしょうという話を今回はしていきたいなと思っています。さて、クリスチャン・リース・ラッセン、1956年3月11日、カリフォルニア州の海沿いにありますメンドシーノの出身です。11歳で家族と一緒にハワイに行き、オアフ島のノースショアに育っていきます。もうね、ラッセンといえばハワイのイメージありますよね。ハワイの波、ハワイのイルカ、エキゾチックな色合いと、なんかこうバッチバチのカラーリングでこう描いていくっていう、そういうイメージがありますよね。オアフ島ノースショアはサーフィンの聖地らしいんですよ。ということで10代からこのラッセンはサーフィンを始めるんですね。実は海外では、日本以外では、クリスチャン・ラッセンといえばサーフィンの人なんです。サーフィンの人がまあ絵も描いてるよねという認識らしく、ラッセンって検索するといきなり日本のウィキペディアが出てくるぐらいの、まあ、認知度なのかなという感じです。絵を描き始めたのは小学校時代、イルカを描いた T シャツを売るというのが、まあ一種の成功体験として語られているそうです。すでにね、そしてその後活躍しました17歳、実はこれ絵ではありませんでした。17歳で雑誌サーファーの表紙を飾って以降、早いですね、テレビや雑誌に多く登場していったみたいです。そして20代になるとようやく絵に時間を注ぐようになります。サーフィンと同じぐらい絵に時間を注いで、絵を制作していきました。ラッセンの絵はほぼ独学で絵を学んで技術を高めていっています。一応参考にしたものとして出てくるのがフランドル絵画のグレージング技法、まあ、一種のぼかし方法なんですけれども、シュルレアリズムも少し取り入れて幻想的な神秘的なでもリアリズム、質感を大事にする描き方ですよね。でそういうのを独自に作っていって、自分なりの絵というのを確立していきます。そして絵を描くだけではありませんでした。彼は版画、シルクスクリーンなんかっていうね、版画を取り入れた独自の版画開発に情熱を注ぐようになります。もうこの辺からね、アーティストというよりは売ろう、商売にしようっていうところが、まあ、見えてくるのかなと思います。こういうところが技術を磨くだけではなかったというのがラッセンのすごいところの一つかなと思いますし、まあ、そっちに走ったからこそもしかしたらタブー視されているのかなというのがだんだん見えてきますね。はい、そして技術を磨くだけではなかったラッセンが自分で会社を設立することになります。これが現在のラッセンインターナショナルという会社です。そうするとみるみるうちに業績を伸ばしていくんですね。例えば日本に来てからも旧住友銀行との業務連携、ウォルトディズニーカンパニーとのコラボ企画、もう銀行とディズニーですよ。そして、1989年には日本の会社 R ビバン株式会社と販売契約を交わし、日本で本格的に絵の販売をすることになりました。翌年1990年、環境保護を目的としたシービジョン財団を設立します。そういった活動が認められ、
1992年に国連記念切手に代表作サンクチュアリーが採用されることになったと。それだけじゃありません。ラッセンってサーフィンもするし、で絵も描くし、でもそれだけじゃないんです。さらに活動を展開します。1997年には映画に出演する。そして1999年には歌手デビュー。2011年には華やかなところだけではありません。2011年3月11日に東日本大震災がありまして、それを受けて欧米人として初の被災地チャリティーをしたのがラッセンだったんです。さあこの辺どう感じましたか？すごいじゃん。スポーツできて、サーフィンできて、モテるんでしょ、金髪ロングでさ、絵も描いてビジネスも成功して、でもそれだけじゃない、環境にも大事に思っていると、で被災地にも優しい対応をしていると、もう素晴らしい人じゃないかと。でも一方で、あれと、これ聞く前のラッセンのイメージと違うぞと思った人もいるんじゃないでしょうか。私も実際思いました。この差は何なのか。日本でタブー視されていたアーティストはラッセンだけではありません。過去には村上隆さんとか岡本太郎さんもアート業界と言われているものから一旦距離を置かれているような、そういう時期がありました。だからその人たちを見てみると、もしかしたらラッセンも今後業界で理解されていく可能性があると。その可能性はゼロではない。一方でラッセンと村上隆、岡本太郎と明らかに違うところがある。そのヒントになるのは、具体的に日本で何をしたのか、どんな現象が起こったのかというのを一度まとめてみましょう。ラッセンが注目されたのはバブル期からその後の時期にかけてです。異常なほど人気を博しました。人気すぎて大変なことが起こったんです。1960年代生まれ男女と、その当時1枚9800円のポスターが東急ハンズ渋谷店月に80枚も売れたんですって。さらにうまいポイントがあるんです。ポスターのような複製画と版画が区別されて認識されていたというところでした。売り方もポスターと版画でだいぶ変えていたみたいです。ポスターは9800円、約1万円です。ですが版画といったらもっと値段が上がりました。数十万から百何十万ぐらい。どうやって売ったか、クレジット契約だそうです。で社会問題にまで発展してしまいました。1994年の朝日新聞ではこう書かれています。国民センターに寄せられた絵画の購入に関する相談件数は、1989年度までは約200件台だったのに対し、1993年度は1240件に急増したと言っています。そしてそのほとんどは20代の若者からの相談だった。内容の多くは、長時間説明を受けてクレジット契約をしたんだけれども、支払いが大変で解約したい。すぐ解約を申し込んだんだけれど、担当者がいないだの、発送したので対応できないなどと返事をして困っているっていう相談内容だったそうです。そして統計は取られていないのですが、そこの相談内容に多くラッセンの名前も上がっていたというふうに、言われています。アート文化の世界常識があんまり認識されていない島国日本では、ちょっとアートってみたいなマイナスな印象を与えたのかもしれません。でもここまで盛り上がったのはラッセンの悪徳セールスだけが一辺倒に悪いとも言えないんですよ。いくら販売方法が強引だったとしても、あ、素敵な絵ってまず最初に思わせなければ買わせられないですよね。多くの20代男女が、あ、素敵って思えるような要素をラッセンの作品が持ち合わせていたっていうんです。売れた理由、これが日本のあるカルチャーとちょうどマッチしたから、こうやって主張しているのが文筆家の大野咲子さんです。どんなに頑張ってもいまいち垢抜けず安っぽい趣味に染まりやすい田舎者って言ってるんですよ。ヤンキー文化、
かなり強烈な言い方だとは思うんですけど、でもちょっとしっくりくる言い方だなと思ったのが正直なところです。ということで、ここでラッセンの代表作を見ていきながら、ラッセンの特徴をまとめていきましょう。サンクチュアリーという作品があります。画面中央で二分されています。画面の下部分は海の中を描いていて、そして画面の上の方にはジャングルといいますか、空とか宇宙とかを描いています。とても分かりやすい構図ですよね。中央でバツッと分けて、下は海、上は空という構図です。で、中央にはクジラとイルカが計3匹、4匹、5匹泳いでいて、で、中央のクジラは反り返って、ヒレの部分を水に沈ませて、でも顔の部分はもう空に突き出していって、宇宙を見ているかのような表情をしています。そして海中には熱帯魚とかイソギンチャクとか海の中の様子を描いていて、カメもいて、もうカメがいるっていうのもハワイっぽくていいですよね。空には宇宙があって、ジャングルが生い茂っていて、滝が落ちていてっていう作品になっています。このイルカの表情や滝の水しぶきの感じ、そしてジャングルの描写、魚たちのね配置の仕方というのもものすごく緻密で細かく描かれています。こういうところがラッセンの特徴かなと思います。ジャンルとしてはインテリアアートと呼ばれているそうです。ハイエンドのアートと違うんだよ。インテリアアートっていうのはどこに飾っても不快感を感じない、例えば食堂に飾ってもまずく見せるような、そういう印象を与えない、病院に飾っても大丈夫、トイレに飾っても大丈夫、どこに飾っても不快感を感じさせないインテリアとして、装飾品として魅力のあるアートだというジャンル分けだそうです。そしてラッセン自身の好んでいるものと強くリンクしています。海、サーフィン、マウイ島の、まあ、カメとかイルカとか魚たち、高級車、ブランド品、ギラギラした色合いというところが、まあ、こことリンクしてくるのかなと思います。で、なぜか薄っぺらいようなペラッとした印象を受けるのも、まあ、特徴の一つかと思います。まあ、例えば余白がない構図、まあ、余白と言える部分がほぼないんです。空いた部分には熱帯魚を埋めつけて、宇宙の部分にはこんなにぎゅうぎゅうしてないだろうっていうぐらいの惑星が散りばめられていて、ジャングルも全然手を抜かずに描写を細かくしていて、で、至る所から滝が流れている、余白を感じない構図、まあ、余白がないから空気感がない、そして空間を感じさせない、まあ、例えば一番上にある宇宙と一番下にある熱帯魚、同じように並列に描かれているので空間性がないよねと言えるところかもしれません。どちらかというとコラージュっぽい、魚を描きました、イルカを描きました、惑星を描きました、ジャングルを描きました。だから平面にぺったりしているような印象を持たせているのかなというところが言えます。そして最後にもう一つラッセンの特徴を言っていきます。これがね、おそらく一番アート業界に好かれなかった理由なんじゃないかなと思っています。それは反知性主義と呼べるような行動、発言、制作意図です。反知性主義というのは、1950年代のアメリカで始まった、まあ、アートのムーブメントの一つなんですけれども、天然で反知性主義をやっているんです。一つ読ませてください。ラッセンの発言です。私は画家であるが、テクニックや知識はすべて独学で学び、生み出してきました。だから自分が正しいやり方でやっているかはわからない。もちろん人生の中で影響を受けた芸術家も幾人かいる。けれども、インストラクターなどから絵の指導は受けていない。私の絵というのは、清純な、汚染のない環境から生まれたものなのだと言ってるんです。これ何言ってると思います？
伝統は汚染された環境ですと言ってるんです。死に学び、歴史に学び、技法を学び、伝統という名で何代も何代も受け継いだもの、それをね、知りもしないのにですよ。もう片足突っ込んでるとかそういうこともしてないのに、汚染された環境って言って、で自分のことをそうじゃないところで育った純粋な芸術なんだって言ってるんです。これはね、まあ嫌われますよね。まあそれ以外もいろいろ理由はあるんですけれども、これが認められるのはちょっと難しいような気がすると思った内容でした。愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶと言いますが、ラッセンのこの発言は明らかに経験だけを元にして作っている、そういうところが、見えてくるかなと思います。現在ラッセンの作品はオークション、セカンダリーマーケットで値がつくことはありません。アート業界でも色物扱いをされています。ラッセン展というのが日本の各地で開催されていますが、それが美術館でされることはありません。その多くは、というかほとんどは郊外のショッピングモール、あるいは郊外のイベント会場のようなところで開催されます。しかも土日限定、2日3日やって終わりみたいな、明らかに現代アートとは違う扱いをされています。ですがラッセンの活動はアートだけではないというのがまた面倒くさいところなんです。アートだけではなくて、映画も出演するし、歌手としてもデビューするし、チャリティー活動もするしということで、活動の幅が広すぎるので美術批評だけでは扱えないというのがラッセンの特徴かなと思います。厄介な難事件です、クリスチャン・ラッセン。ということで今回ごちゃごちゃ言いましたけれども、あくまでラッセンという人物を、ラッセンという作品を美術という目線で見るとこうだよというのをお話ししてきました。ラッセンの作品が多くの日本人に受け入れられたというのは事実です。なので誰がどの目線でラッセンを見るか、いろんな目線があっていいと思っています。ただ絵を見るとこうだよ、どういう人に受け入れられたかを見るとこうだよという話をさせていただきました。個人的な私の目線では、ラッセンがなんでタブー視されてるか、それがすごく面白いんです。この含みの中には美術業界のねじれとか、ラッセン自身のねじれというのがあって、単純にその2つがうまく噛み合わなかったというのが見えてくるんですよ。だからこそ歪みを俯瞰してみると面白い、そのきっかけをくれたのがラッセンでした。